ゆうきさんきゅんきゅんなあちゃんかわいいゆめあくんきゅんきゅんありがとうございますこんにちはあ今日ちゃんと六時に起きてよえらいでも結構リプ結構来たから起きてる方多いかもしれないなって思ったじいさんきゅんきゅんヘブンさん四つ葉ありがとうございますゆうきさんきゅんきゅん じんんさキュンキュンひろさんキュンキュン父さんかわいいありがとうございますイェイ私も6時に起きました6時に起きて一旦六6時半まで寝ようって思って6時半に目覚ましかけたんですけどあの寝れなくてそのまま起きてましたずっと携帯いじってた布団の中でおうさんだるまありがとうございますひろさんキュン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 ありがとうございます 2時間はメイクしてない <laughs>。4時間ね <laughs>。そう。4時間ぐらい時間あったんですけど。全然、すぐ、すぐやった。薄メイクだから。歳坊さん。四つ葉。ササパンドさん、尊い。ありがとうございます。そう。レグルスさん、かわいい。ありがとうございます。<laughs> 4時間はメイクしてないけど、でも、 1>, 1時間ぐらいゆっくりやったかなそんなかけてないかなジュニーさん、可愛い,い尊い。ありがとうございます。そう。トモさん、だるま、ありがとうございます。これを見たらハートしてください。<laughs> ちゃんと見てますよ。ヘイブンさん、キュンキュン。キノピータン、おはよう。初見、おはようございます。ジュニーさん、ありがとう。ありがとうございます。これがあるとこっちの方が明るいかな <laughs> 今日も水色背景たまにはいいかなっていうね <laughs> 気持ちの衣替えうんジェリーさんキュン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 ありがとうございます初見あきらさん髪を一気でやったん星になってるけど今日はいい感じ今日の髪の毛の調子はめっちゃいいめっちゃいいですヴミックさん四つ葉ジェリーさんキュン ありがとうございます。うん。MK さん。だるま。ありがとうございます。ぼうさん。きゅんきゅん。今起きた世界さん。おはようございます。四つ葉。ありがとうございます。まあ、あれですね。ショールームには間に合ってるって感じですかね。<laughs> 嬉しい。あ、イコラムのおしめんです。ありがとうございます。これからも末長くよろしくお願いします。<laughs> ありがとうございます。ストレート。イェイ。今日もアイロンかけてないで。 いい感じ。今日めちゃくちゃ調子いい。髪の毛の。なんかわかんない。ツヤツヤ。脂肪酸、キュン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 。ありがとうございます。ハイピーさん四つ葉。りュうさん、キュン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 。ありがとうございます。目が覚めたら8時でした。お。まあまあ。なんか目が覚めたらお昼でしたわ。結構寝たなって感じだけど。8時だったらまだまあまあまあですね。眠すぎる。私もちょっと眠いかもしれない。でも全然起きてられるかな。 そう元気ですよなんかまあいつも夜に比べたら朝だからまあもうお昼になるけど眠いかもしれないけどアイのサイコラボ最近知ったありがとうございます知ってくださって嬉しい嬉しい <laughs> 髪相めっちゃな伸びたんですよあの昨日載せた写真よりも全然なんか自分的にお母さんにはあんま買わないって言われたんですけど自分的には もうだいぶ長くなったなって思いました。そう。6時まで起きてた、それは逆にすごい。ゆういちさん、キュン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 。ュン宮ろさん、キュン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 。なあちゃん、ブラボーありがとうございます。もうこんな、このぐらい。このぐらい、あばらぐらい、今。多分、あの時は、写真はこれぐらいだったと思う。これぐらいだった。 巻いてこれぐらいだったから。これぐらいだったんですけど、これ、ちょっと伸びただけで、なんかだいぶ伸びたなーって思った。自分の中で。<laughs> そう。髪いかじ、ね。そう、長いんですよ。もう。もう切りたいですよ。あはは。お顔タイプ嬉しい。ありがとうございます。いやいやいやー。今日もちょっとだけメイク。<laughs> そう。 あ、一話、あれはいつの写真かないつだかの写真なんですけど、あの写真は。そう、だいぶ前に撮った写真載せてなかった可能性をと思って載せたんですけど、そう、ちょっと、だいぶ伸びてるから、どれぐらい、これぐらい、あ、これだとちょっと短すぎかな。でもこれぐらいにしたい、今これぐらい、触覚の部分が、ここぐらいまであるんですけど、ここぐらいにしたいかな <laughs> 一気にバサッと行きたいなーって思います。イコラブ特におすすめの曲なんだろうアイドル、オードア,ンアイドルソングが好きだったら、僕らの制服クリスマスとか、探せダイヤモンドリリーかな兄弟曲だったら <laughs> そう。全部おすすめ、本当に。幅がいろんなジャンルがあるから、そう。 だけどなんかちょっとそれを見た後に手遅れコーションとか見ていただいたらギャップがすごいかも <laughs> そう切る切りたいな <laughs> そうね髪の毛染めてる子の方が確かにそれはある髪の毛染めてる子の方が、うん、染めなんかプリンになっちゃうからね今は私はただ伸びてるだけだからいいけど <laughs> そうそれよ大好きまあ人によりますよね何の曲好きっていうの <laughs> そうおんちゅうおんちゅのお会いにのとこ好きですさらへよティアモンお会いにじゅってえむ <laughs> <laughs> ソーバーにいるは安心してねまいだね。You and me go, うんキュンキュン I'm sorry for you.Ouch, na, ko, e, de, イコ all, love, yeah.You and me go, うんキュンキュン I'm sorry for you.Taka, taka, I love you, taka, taka.Terring <laughs> さん、タコ。ありがとうございます。ニットの色いいですかこれ、ピンクベージュって色だった。そう インクベージュー。今起きました、マブルさんおはようございます。<laughs> なあちゃん、かわいい。こちだ、可愛い,いありがとうございます。あー、確かに今出てる、ね、アイドルソング、確かに。君と私の歌も、王道。そしたら部活とかもそうですけどね。まあでも、表題だったら、かな。歌え、よく、なんだろう。テレビ番組とか、歌番組とかに出させていただけるときとかに、歌い、 歌うのは結構表題曲が多いから。そう、そしたら、知ってたら。来たことあるっていう確率が多いんじゃないかなって思う。<laughs> そう。よめやくん、キュンキュン。ヘイブンさん。キュンキュン。キュンキュン。ありがとうございます。毎日だいたい何時、いや、バラバラ。バラッバラ。今日は六時だし。うん、昨日、昨日はちょっと何時か忘れた。なんかこの前も早かったな。 7時、8時前に起きてた、この前は。でも10時とかになっちゃう時もあるし。うん、日によるかな。<laughs> 今日はでも目覚ましかけた、6時に。そう、6時に目覚ましかけて、そう、止めて寝ようとしちゃって、暑いとってなった <laughs>。なあちゃん、かわいい。ありがとうございます。カメを生歌指す、確かに気づいてよ。でも、結構生歌で、 今まで披露した生歌じゃないかそうなんか善悪とかだとね分かりやすいから皆さんマイマイさんキュンキュンなあちゃんキュンキュンありがとうございますおにまんさんタコありがとうございますそうなあちゃんキュン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  y o s h i k さんかわいいありがとうございます カメオとサナツンのソロ往復君と私の歌も聴いてくださいね <laughs>。7枚目なのでね。レクターさん、いいね。MKT さん、キュンキュンありがとうございます。キュンキュンキュンありがとうございます。最近になってやったカメオの頭が頭ダンダララララン、ダンダンダンダララララン。カメオ。 ラープ<ー>へい強きなお、ま、ためなんてえー、っと大大寿さんあってるかな初見初めて配信見ましたありがとうございますお昼でもたくさん見に来てくださって嬉しいのばさんかわいいありがとうございますみやひろさんキュンキュン,キュン,キュンありがとうございます 君とたわしじゃない <laughs> 君と私の歌ね最近の BGM が 7, 7枚目になったでも私もなんか同じ曲でも流しちゃうね BGM 特に料理してるときとか料理配信の準備してるときとかって結構 BGM 流しちゃうかも <laughs> 自分がとあの途中から歌い始めてあ曲欲しいなってなって曲かける。 ささんんバラあありありががととううごござざいいまますすひろき今日の朝はあえっとトマト煮とあとあれです今日のこのショールーム終わったら載せるんですけどあのあれを作りましたあの、デコ弁じゃないんですけど何て言うんだろうねデコ皿 <laughs> お弁当じゃないんですけど前にうーんとお正月の時とかに作ってたやつとか。 シナモンロ,ロールで、シナモロールの、キャラクターのシナモロールの形でご飯で作ったやつみたいな感じのやつの、えー、子供の日バージョンを作りました。ので、この後載せます。インスタやってます !4 月に始めました。ちょうど1ヶ月、今日で1ヶ月です、ちょうど。4月5日からスタートしました。よかったら見ていただけると嬉しいです。<laughs> よろしくお願いします。 マルセイユさん、キュンキュンありがとうございます。カメオとボンチはカラオケしんで、それはちょっとわかる。あとはこう、かぶせがあるからね。<laughs> そう。そうね。ようこそ、イコラブ沼は本当に頭の中でずっと流れてる。マルセイユさん、キュン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 ありがとうございます。あ、納豆も食べた。納豆に黄身入れて、えっと、あ、今日、海苔忘れた。納豆に黄身だけだった、今日。 ノり忘れちゃった。<laughs> いつもノり入れるんですけど。そう。ラールさん、おはようございます。ありがとうございます。でこざる、なんて言うんだろうね。そう。それを載せます。指ハート。楽しみにしててください。お昼に載せます。そう。あと、インスタにも、お昼、去年の、えっと、今日去年の今日の写真を。 ご飯なんですけど。皆さん覚えてるかな去年の今日のご飯。超ルームで配信してたんですけど。そう。よかったら見てください。<laughs> インスタコメント送った。いいねはしないんですけど、ちゃんと毎日読んでます。<laughs> インスタもツイッターもそう。みんな、みんないいねしないんですけど、そう。ごめんなさい。だけど、ちゃんと見てます。全部。そうです。 ありがとうございます。みやひろさんキュンキュンありがとうございます。そう、もう5月5日ですよ。ひろゆきさん、キュンキュンありがとうございます。あただしさんこうだったかなありがきんたろありがきんたろありがきんたろありがきんたの。<laughs> ありがとうございます。ここにいまーす。ありがとうございます。ただしさん。かわいい。猫ちゃん。 猫ちゃんがクマさんにの乗ってるのかなこれ <laughs>。ありがとうございます。ありが、金太郎。今日までなのかなこれ。今日5月5日までなのかなちょっとわかんないけど。ありがとうございます。白雪さん、キュンキュン。ありがとうございます。相方はそうですね。唯一アニメーション MV。そうです。そうです。三浦みのさん。おはよう。おはようございます。 ありがとうございます。ありがとう、ジョコラー。ちょっと上に、溜めすぎたかな。マルセイさん、タコ。ありがとうございます。今日はいっぱいコメントを読もうと思って。そう、久々のお昼だからね。そうです。あ浜おじさん、ありがとうございます。桃太郎だ桃太郎ありがとうございます、浜おじさん。ありが桃太郎ありが桃太郎ありが ありが桃太郎ありがとうございますありがと桃太郎ここ今回は被ってない、ここにいますここにも桃太郎がいて、ここに金太郎がいます、ありがとうございますそして15分経過しました、ありがとうございますほら、2日連続なんですけど2日連続って出ないんですよね謎に明日が2日連続になるんですよね謎にありがとうございますまゆこちゃん、やるま きゅんきゅんありがとうございます好きなラーメンは基本的には全部好きなんですけどどちらかといえばあっさり系の方がなんか罪悪感がなくて好きです <laughs> うーんと塩ラーメンとか醤油ラーメンの方がなんかなんだろうねなんか罪悪感がなくて食べてもまあまあまあ許せるっていう感じの気持ちになりますかねそう <laughs> です ですです好きな衣装全部好き <laughs> 今日6時に起きました神井さん衣装はでもあの短パンが私好きなんですけどあの「ウォンチュウォンチューの衣装は短パンにスカートがついてて後ろから見たらスカートだけど前から見たら短パンもついてるみたいな感じの衣装だからどっちも楽しめてそう嬉しかったそう可愛かった そう、でも全部好きかな。全部好き。味噌ラーメンも豚骨ラーメンも好き。<laughs> 基本的には何でも好き。し坊さん、だるま、なあちゃん。わら、ありがとうございます。そう、商売いいですよね。あ、上まで戻ってこれた。<laughs> そう。ラーメン女子部ね、また、ラーメン紹介したいな。一個ね、紹介、早く紹介したいラーメンが。 <laughs> まだ秘密だけど。リコチさん、だるま、ありがとうございます。今日暑いですね。すごく暑い。今日これ、これ一枚で生活できると。むしろ半袖でいいと思う。リコチさん、だるま、ありがとうございます。そう。<laughs> 担々麺も好き。え <laughs> そう。ラーメン。あ、でも、横浜のおすすめのラーメンは一個ある。 あとは、東京だけど、それは、あの、チェーン店なのかわかんないな。<laughs> そう。すでに T シャツ短パン。そうですよね。お家にいても暑いですね、今日。そろそろ初夏いつですかいつですかね一番暑い日いつだもうちょい先か。まだ先か。<laughs> 一番暑い日は8月とかか。さすがに。 初夏はいつだろうまだ春 <laughs> どうだろうあー水平さんいいですね、水平衣装。みんなベレーってなかなかないですしね。確かに。初夏は夏に合う太陽が似合う人。ちゃっちゃちゃっちゃ。ちゃ <laughs> ありがとうございます。もう初夏 もう夏突入到来 ?5 月から衣替え ?5 月1日から確かにもう上着はしまった。あの、暑い暑は、厚手は。で、なんか春っぽいのを出しました。<laughs> そうです。5月入ったら初夏なんだ。5月まだ春ってイメージだけど。3、4、5が春で。 6月が梅雨で、7、8が夏、9十1 1が秋で、12,12 12が冬のイメージ。かな。梅雨は来てほしくない。あ、でも今日午後雨なんですよね。なんか晴れのち雨って書いてあった。もう半ズボン私もこれでもワンピースになってるんですけど。膝上まで。もう暑いですよね。90も、確かに90も暑い。9とか暑いですよね、特に。 まあそりゃそうか9か10だった9もか暑いか秋は短いイメージうーん春秋は短いイメージかだってもう夏だったらね <laughs> でも桜が早かったら3月頭ぐらいには咲くところあるからそうすると春っぽいのかなクールビズあじゃああれかなネクタイしなくていいみたいなのあるのかなお仕事の方だったら違うかな のぞみさん、ビギナー、ありがとうございます。お久しぶり、お久しぶりです。ありがとうございます。<laughs> あカメ亀を作っていただいた感。ありがとうございます。<laughs> そう、クールビズ。<laughs> 雨はテンション下がります。あ、5月1日かネクタイいらない。やっぱそうなんですね。カメラ目線ちょうだい。はい。 <laughs> コメントがこっちにあってカメラこっちにあるからね先生いつもコメントの方見ちゃうんですよねそうおはようさくらさんおはようございます <laughs> そう元気いっぱいですよ <laughs> めつぶし潰れたかも <laughs> <laughs> 梅雨時期江戸前に限りますあでもあれですよね鎌倉のねあじさいきれいなんですよね行きたいな今年は <laughs> 去年行けなかったから行きたいな年中ノーネクタイはすごい <laughs> 年中ノーネクタイ私も年中ノーネクタイ <laughs> そう制服クリスマスの時だけネクタイあり柴田彩ちゃんたアナウンサーですかあの SKE さん リコチさん、キュンキュンありがとうございますね紫陽花見に行きたいですよねー行きたい「明月院」って読んでしたっけあの私が前にあの、お着物で鎌倉行った時にそこ行ったんですよあの、全然季節違うんですけど花ナさん「カルマ」ありがとうございますそうねー行きたいねー明月院か 名月院行った行った行ったでなんかこうやってこうやってなんか丸のめっちゃ綺麗な丸の景色からこうやってお着物でやってる写真よかったら見つけてみてくださいなあちゃんうつばありがとうございますメンバーなら誰を連れてくメンバー鎌倉来てくれるかな <laughs> のんちゃんとか来てくれそう、うん、こっちの方みんな来ない 来たがんないからね。ついでじゃないと来ないからね。<laughs> のんちゃんが唯一、本当にプライベートで来てくれた。だからのんちゃんかな。マ <laughs> ルせいさん。四つ葉、ありがとうございます。リサ来るかなリサ、帰り送れば来てくれるみたい。<laughs> 一人で帰るのが怖いらしい。そう。送れば来てくれる。 でもなんか鎌倉とかは結構メンバーとかじゃなくて、あの、中学生の友達とかと結構行くか今まで全部中学校の友達と行ってる。ケンパチさん、キュンキュン、ありがとうございます。そう。<laughs> あ、確かに。もいこちゃんと行こう。確かに。行きたいね。<laughs> なあちゃん、お餅、ありがとうございます。そう マイカさん。マイカさんは、何の時だったっけな ?2 回ぐらい、横浜でお仕事あった時に、中華街行った。2回とも。<laughs> そう、好きでいてくれて嬉しいです。小町通りはね、割とね、把握しましたよ。大体。あー、ここねーって。<laughs> そう、鎌倉でまだ全然行ったことないところとかいっぱいあるから。 逆にこのこと言ってみたいはいるうん、メンバーとうーん、鎌倉ねお着物着るどうだろうでもあんまり、どうだろうプライベートであんまり、なんかお仕事終わりとかだとメンバーみんな結構出かけたり一緒にするんですけど、さなつんとかと言ってみたいな。さなつんさなつんはプライベートでは遊んだことないかもしれない。 お仕事なんて言うのこの日に一緒に遊ぼうねじゃなくてねこのあとどっか行かないとかがわいいかもしんないさなつはそうかな <laughs> 行ってみたいね鎌倉来てくれるかなウフ <laughs> インドアだからでなそうでも約束したら来てくれるかなそう <laughs> さ、さ、さなとのお写真もって、この間載せましたけどね。あの、あれ、スケボー乗ってるやつちっちゃい。<laughs> あ、そう、一緒に、あれはいつ、お仕事終わりだったかなに、さなつのお家に行って、料理配信しました。キーマカレー作った。ヘイブンさん、だるま、ありがとうございます。そう、そうそうそう。だから、普通にどっか、なんか、 この日に行こうねって言って行ってみたい <laughs> そうなんですよねナータン神奈川間ゼロじゃないあナータンナータンはナータン多分学生私も含め学生だったからナータンと木原ちゃんは遊んだことないかも あの、お仕事終わりに、みんなでご飯とかは、何人かでご飯とかは行ったことある。なーたんはね、ないかもしんない。きゃーたんが前に、割とみんなで行った中だったら最近の方なんですけど、ほんと。1月に入ってからだと思う。今年入ってからなんですけど、誰だったかなそれこそ、さナつんと、誰、最初誰が言ってたんだろう。さナつんとのんちゃんが、多分、 なんか行こうってなっててそこにメンバー結構誘ってくれてて私も誘われてでのんちゃんとさなつんといおりさんときゃらたんきゃらたんと私の5人でご飯行ったお仕事終わりにお仕事終わりだったかなレッスン終わりだったかな忘れちゃったけどそう行った記憶ある <laughs> そう そうです懐かしい <laughs> そうなんですよだからキャータンとはご飯は行ったことあるかも生たすはねあったかなどういうふうにお店あなんか誘われたのはどこどこのお店行こうって言われて誘われたからそうもうなんか決めてくれてたそうです 難色熱望でも、なーたももう高校生になったから、キャータもだけど、なったから、で、私も高校卒業したから、遊びやすくはなったかもしれない。そう、もうほんと4月入ってからだから、ちょっと落ち着いたら、落ち着いたらでね、どっか行きたいなって思ってますね。カープさん、キュンキュン、ありがとうございます。キュンキュンキュン、キュンありがとうございます。あ、そうですね、お肉で釣れますね、なーたは。<laughs> お肉行こう、つって。 <laughs> そうあ、ミリニャは結構一緒に帰ったりすることが多いかな。一番一緒に帰ってると思う。キャオタンも一緒に途中までとか帰ったことはある。はなちゃんも。そう。結構4人で帰ってることが多いかも。でもミリニャと2人が一番多いかな。いとこんさん、きュンきュんありがとうございます。そう。ミリニャは、特に初期とかはいろいろ出かけてた。 また行きたいねって話はしてるんですけど、そう、この日っていうのがまだなくて。まあいろいろね、落ち着いたらちょっとみんなと出かけたいな。私も平日に出れるようになったし。<laughs> ことこ今年度。リトコンさん、キュンキュン、マルセイユさん、八つ葉ありがとうございます。そうね。そう、リサとはカフェ行く。よく行く。カフェ。そうなんです。 とはねねよく行く行行、ね、ここ行きたいもうね行きたいとこ今ね2つ溜まってる2つ溜まってるなんかもう一回行きたい場所は何個かあるんですけどみさと前に行ってまた行こうねって美味しかったねって,言って行く場所はあるんですけどでもこれカフェじゃないかも普通にご飯で行きたいお寿司屋さんと行きたいなんだろうねカレー屋さんかな何屋さんかわかんないカレー屋さんがあるんですよ で、そうなんか予定合わなくて予定お店との都合が合わなくて <laughs> なんていうの予約が必要とか予約も埋まってたとかあと何時から何時までみたいなところがあってそうだから行けなくてこの前のカフェ行った気がした確か <laughs> この前っていうかだいぶ前だけどだいぶ前だけどそうもうなんか 出かけてなさすぎて、一番最新がだいぶ前になってる。今。<laughs> そうなんですよ。だからね、ここ行こうねって言ってるところあるから。行ったらまた言います。<laughs> そう。次に会えた時、何を食べようかな。ほんとね。そう。 楽しみもうメニューまで決めてるのにこのメニュー頼むぞってやっぱこれだよねっつってそう決めてたんですけどずっと前から決めてたんですけどそう、まだいけてないみやひろさんたこありがとうございますうふふそう、ま、きさんキュンキュンありがとうございます食べる気満々今でも満々ですよ そう、だから行く。落ち着いたら。で、その後多分カフェとか行っちゃうんですよね、結局。<laughs> 結局。安定のお腹減る。私が今お腹いっぱいだから、朝ごはんいっぱい食べたから、お腹いっぱいだから、いい感じ。<laughs> どんどんお腹いっぱいになる、私は。Uber Eats? そう、なんかお店、そのお店 Uber Eats とかやってない気がする。なんか、 チェーン店なのかなわかんないけど。やってないと。チェーン店じゃなくても、ウバイツってやれるのかなウバイツやったことない <laughs> カフェジです、カフェジ平和さん、お持ち、ありがとうございます。朝ごはん、トマト煮と、お昼、あ、ショールームが終わったら、載せる、写真。あの、デコー弁みたいな感じのデコサラバージョン。ちょっと、あの、わかった。見せればいい。 なんんてやればいいだうーんとこういうこれで大丈夫かなこういう感じ待って画面横にするこういう感じこういう感じのあのえっ、ー、と子供の日バージョンを載せますそうこれを食べました朝 <laughs> そうです 7時ぐらいかな食べた作って食べましたなのでお楽しみにインスタもお昼に載せます夜も載せますがお昼にも載せますミ <laughs> トコンさんキュンキュンありがとうございますこれは今のはえっとお正月のやつねそう今のはお正月お楽しみに <laughs> お楽しみに あなたは誰ですか滝脇翔子です。イコールラブです。よろしくお願いします。<laughs> 初見マイマイさん、キュンキュンありがとうございます。8時まだ寝てたおはようございます。<laughs> ヒロさん、四つ葉、ありがとうございます。本当にね。<laughs> お楽しみに。 <laughs> お願いします。ありがとうございます。寺尾さん、ありがとうございます。かき氷屋さんなんて読むんだっけ影沼なんだっけ <laughs> かき氷屋さんね、行きたい。もう夏になりますしね。最近のみちゃんとお話ししてないし、むしろイコラブのメンバーとも、ほんとに直接はお話ししてないな。 ってないで、ななんだろうねリモートとか <laughs> リモート配信とかテレビ電話とかでは話したりするけど電話とか話したりするけどのいみちゃんはそもそもねリモートとかもやんないから一緒にそう上で正解ありがとうございます <laughs> かき氷食べたいな。前に、なんかかき氷巡りとかしたいな。おかチャポチャポになりそう。もうアイス食べたいね。口がもうアイス。<laughs> もうアイスですよ、口が。やばすぎ。<laughs> あ、世界にご挨拶するのにごじおき 世界にご挨拶するために私6時に起きて急いでツイートしました。やばいやばいって言って。ジャストにツイートできた。アイス食べたいね。今日はデザートで、私もう毎食デザート食べないとやっていけない口になっちゃってる。<laughs> デザートでキウイを食べました。キウイ。リトコンさん、キュンキュン。ありがとうございます。キウイを食べ アロンさんお餅ありがとうございます。板チョコアイス美味しいですよね。私も、あの、ホワイトチョコかな。お気に入り。お気に入りでーす。あー、アイス、そうのプリン味にはまってる。いいですね。食べましたよ。<laughs> アイス結構食べてる。ゆういちさん、キュンキュン。平本さん、いいね。キンキャンポさん、コーン。ありがとうございます。白いやつ売ってないんだ。むしろ私は白いやつ。まあ、買ってきてくれてるやつだから、あれだけど。 白いやつしか最近は食べてないね。うん。ジャイアントコーンは美味しいですよね。安定。<laughs> 安定です。大好きあ、ハッシュタグ大好きだよは、えっ、ー、と、午後7時半かなと思った。多分。午後7時半。うん。 ジャンボモナカもいいですよねチョコモナカジャンボバニラモナカジャンボユリ,ユリエノさんてるかなどうもこんにちはさっき起きましたおはようございますありがとうございますけんけんぱさん四つ葉ありがとうございます <laughs> あブラックサンダーのやつも美味しいですよねやばいね 大好き大好き。アイス大好きすぎてやばい。<laughs> アイスが。アイス好き、ミンゴすぎて。白売 <laughs> ってなんかった、なんか、白しか食べてないな。ジェオトさん、キュンキュンありがとうございます。あ、もうも好きもうも好きですね。もうは、あ、れもうじゃないか。 もうはねー何最近食べてないのもう。人生じいちゃん、くまさん。ありがとう、くまさん。ありがとうございます。くまさん。ありがとうございます。星ちょうだい。どうぞ。<laughs> 30秒ぐらいいたら星ゲットできると思います。赤ぷ、赤ぷさん。ありがとうございます。<laughs> ご来店ありがとうございます。<laughs> もう何度もシェプラフォーズアイス食べたいですよねスーパーカップはこの前チョコチップ食べましたゆうちさんキュンキュンありがとうございますシマウマバ食べてないんですよ食べたい食べたいよ 牧場絞りでしたっけ星になっちゃって。あれも美味しいですよ。なんか、あれ結構アレンジ、いろんな味あったりとか、アレンジできますよいちごとかありますよ。濃厚濃厚。よしぼうさん、アイスありがとうございます。あ、牧場絞りは、あれだ、前に、いつだったかな ?MV の日だったかないつだったか忘れちゃったんですけど、キャータンと同じ部屋だった時に食べました。牧場絞り。<laughs> キたンだったかな覚えてないけどそう屋上絞り <laughs> 美味しいあーサーツン確かにミルク感強いですからね確かにアイスのみも美味しいアイスのみは安定でどれも美味しいどの味も美味しいあーレディーボーでもいいですよねここ前に食べてた そう <laughs> そうです抹茶はあんまり好きじゃないけどアイスの抹茶を食べれるようになりましたそうですクッキークリーム美味しいですよねパピコのキウイはこの前あの家族で結構あのアイスじゃんけんっていう あの、アイスをよ、いろん、違う、全部違う種類のを4つ買ってきて、じゃんけんで買った順で選んでくっていう、まあ、不定期な大会が行われるんですね、私の家族では。そう、ありますよ。で、あそれもこの前あって、3日、4日前ぐらいにあって、あの、私は撮ってないんですけど、誰だったかなお父さんだったかなでした、パピコのキウイ。<laughs> そう、不定期。結構、4日前と先週もやった。ピロピロ T さん、いいのありがとうございます。そうなんです。<laughs> 私はね、その時何、何食べたかなその時も、えっとね、あれがあったんですよね。ホワイトチョコが。ちょっと待ってください。私写真撮ってる。写真撮ってるはず。えっとね、 私何だったかなじゃんけん勝ったんですよね、その時。あ、アイスキャンディーにしました。板チョコアイスと迷って、でも板チョコアイスはこの前食べたからって思って、アイスキャンディー。こういう長いアイスキャンディーがあるんですけど、前にいても食べたことある、アイスキャンディー。全部ね、食べたことあったやつなんですけど。間違えた。 こんな、こんな感じ。<laughs> これとこれで、私がじゃんけんこの時買って、これとこれで悩んで、こっちにしました。<laughs> そう。そうです。鶴瓶さん、キュンキュン。吉坊さん、いいね。ありがとうございます。で、あ、でもこの時は、お母さんが間違えて5個買ってきちゃって、 板チョコアイスは、えっと、なんか分けれるから、4等分にしました。で、この時は私これ食べた。2番目に買っ、あ、3番目だったかなそう。4人中3番目に選んで、これだった。こっちは前食べたことあったから、これにした。そう。これは先週かなです。 キュウ位とかのある方は3日。2日前だ。全然、2日前だった <laughs>。2日前でした。え、2日前ってことないのあ。あれか、明るく写真明るくしたからかな。そうだ。そう。<laughs> 何でも撮るから、私。何でも写真撮るから。そうなんです。です 美味しいですよね。<laughs> うすしおさん、アイス、ありがとうございます。ルフィッシュさん、キュンキュン、ありがとうございます。何でも撮る。<laughs> 何でも写真撮ります。<laughs> そう、白い板チョコですよ、これ。そうそうそう。白い板チョコ。白い板チョコです。これ。あとは、 これキウ位のパピコ。<laughs> そうです。<laughs> そうなんです。そう、加工日。加工日。明るくしたから写真を。<laughs> 謎にね、謎に明るくするんですよ、私。使うか使わないかもわかんないのに。そう、それが5日だっただけで、多分4日前だったと思った。平和さん、尊い。ありがとうございます。 そう。あ、でも今日キウイ食べたから美味しかった。ヘイブンさん、アイス、ありがとうございます。そうなんですよ。スルフィッシュさん、キュン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 ありがとうございます。そう。今食べるなら今食べるならね。でもなんかいつも食べたいんですよね。 全部の中で選ぼうじゃああれどこだっけ今だったらねスーパーカップのキャラメルクッキー食べるかなこれこれ <laughs> かな今だったらねかほんとに気分によるかいちごチョコもなか今だったららあさんだるまありがとうございます そうフルーツの冷凍はもうないかなあ,のあれでスムージーで使っちゃったかも全 <laughs> パピコのチョコパピコあれコーヒーですよねチョコじゃなくて <laughs> パピコピピコピ,ピコピ,ピコパピコチョコ <laughs> お豆さんキュンキュンありがとうございますねコーヒーですよね <laughs> そうそう <laughs> さっき買ったんですかいいなあ真さんキュン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 ありがとうございますよしぼうさんかわいいありがとうございます <laughs> なあちゃんかわいいありがとうございます一周回ってばいいでも今はガリガリくんの梨がいい <laughs> 私ガリガリくんで一番梨が好きなんですよ そう、ガリガリくんの梨がいいな、今は。こん中だったらさっきのだけど、今食べたいのガリガリくんの梨。<laughs> なんか、さっぱり系が食べたい。結構今これ、重い系ですよね、全部。パピコはちょっと軽いか。さっぱり系か。<laughs> ねえ、ガリガリくんの梨美味しいですよね。コーラも好き。あ、あと、前に食べた、えっとね、チョコチップ。あ違う クッキークリームかなガリガリくんのクッキークリームみたいなのがあって、それも美味しかった。そう。ふふ。あの、期間限定だったかな今は梨が食べたい。<laughs> おいしょ。マックシェイクはね、ストロベリーが多い。ストロベリー食べることが多いかなバニラとチョコとストロベリーだったストロベリーが多い。頼む。そう。 スキュアのクリーム美味しいですよねあれが好きマックマックフロートじゃないなマック <laughs> オレオのやつオレオのやつ好きキムチンさん <laughs> ありがとうございますそうレディーボーデンレディーボーデンもなんかいちごのやつありますよねあれいちご結構果実入ってるからおいしい果肉か そう、マックフルーリー。それ、それ、それ。マックフルーリー。俺オ,オのやつ美味しい。あれ大好きそうです、それ、それ。マックシェイクのプリン結局食べれなくて覚えちゃった。悔しみ。甘すぎなんだ。甘いの大好きだからなぁ。あ、ワンはポッピングシャワー。ポ <laughs> ッピング、ポッピングシャワーが好き。 リングシャワーが一番好きあ、でも多分一番人気じゃないかなピングシャワーってそうひろゆきさんキュンキュンありがとうございますプリン終わったらしいですよもう悲しすぎ今日はもうス食べないとダメな口になってしまったわかります私もアイス食べたいなあ <laughs> いつまる ポッピングシャワーか、ラブポーション31か、オレンジソルベも美味しかったな。何でも美味しいですよ、31 <laughs>。チョコミントあんま好きじゃない。チョコミントと抹茶以外は全部美味しい。平松さん、四つ葉。ありがとうございます。キャラメルリボンも美味しいですよね。全部美味しい。<laughs> 全部美味しいですそう。何時に配信しても。 食べ物の話。食べ物のコメントが来るんじゃないですか違うかなそっから私が話してるんじゃないのかなそれを読んじゃう、読んじゃう私かな <laughs> 違う抹茶のアイスは食べれるようになったから、まあ自分で選びはしないかなだけど、まあ、食べる、食べ、食べなって言われたら食べるかもしれない。<laughs> そう。 そうです <laughs> 私が読んじゃ読んじゃうそう読んじゃいがち <laughs> 食べ物ってやっぱり共通だからそうなんですよねあゆきさん初見ありがとうございますああずきもあんまり好きじゃないな食べるけどあずきアイスとか全然食べるけどねそう別にあんま好きじゃない <laughs> そう、話しやすい。食べ物ほんと共通だから、みんな共通してるから、いい。そう、あずきバーとかありますよね。ちょっとここ固めすぎちゃった。うふふ。あずきバーとか全然食べるんですけど、別にあんま好きじゃない。ふふ。あれば食べる。メリダさん、キュンキュン。ありがとうございます。そう、昨日プレイヤーチップスの話盛り上がってた。プレイヤーチップスも、 そう、たまに買うかな。そう、当たれーと思って買う。で、貯める。あの、カード、カードケースじゃないけど、カードファイルみたいなのがあって、それに入れてる。この前もね、買った。この前はね、誰だったかなジャイアンツの方だと、初日ドラゴンズの方だったかなそう。一個前、前に買ったのは、その一個前に買ったのは、 あれだった。丸選手と、海選手だった。それは覚えてる。そう、だったな。カープ3分の、30分の1で滑ねてた一気に15袋も買ったんだ。わ<ー> <laughs> そう <laughs> カープ出たらあんちゃんに自慢して、あんちゃんにあげちゃう。<laughs> あげちゃう。トレード、トレードしたいね。DNA、e、の選手であ当たってましたか <laughs> カープはね、私当たんないかも。当たってないかも。そう。<laughs> ファイルがあるんですよね、そういう。プロ野球選手の。あとは、生写真とかも。<laughs> あの、AKB さんの。とかね。 味引きしたいのじゃああげない <laughs> 出てもあげないってカープよく出るんだ私カープ出ないかもなジャイアンツが多いかもしれない,ない <laughs> 落ち込んでたあ分かったじゃあ私が買ってあげればいいのかな <laughs> これカープ入ってるよっつって <laughs> 自慢だけ自慢だけするいいでしょうつってケ <laughs> いヒロさんめっちゃかわいいありがとうございます <laughs> そうですね <laughs> よち <laughs> 日ハム率高いいいですね日 出たことないかもい出たことはあるか <laughs> 最近出てないかも、ね、DNA の選手欲しいですよねあアキラさんアイスありがとうございますそう <laughs> そうですね <laughs> なんか食べたくなっちゃったプ <laughs> レアキューチップス食べたいぜポテチ食べたくなってきちゃったやばいやばい <laughs> やばいやばい握手会始まったらトレードしなきゃねそうですね求むっつって <laughs> ヘイブンさんお餅ありがとうございます ポテチ捨てないよ。そう、だから私一気に1 0は買わないかな。頑張って2。2か3。<laughs> 一番まとめて買ったので3かも、ポテチ。プレイヤーチップス。かな始球式やりたいですよ。多分野球好きなら誰でも始球式はやってみたいと思うはず。そう、やってみたいですね、DNA。ゴハマスタジアム。なあちゃん。 ありがとう、まさん。ありがとうございます。そう。レアキューチップス意外と美味しい。美味しいですよね。普通に美味しい。<laughs> そう。はい、したことある。すごい。どのお菓子でも箱買いはないかもな。あ、でも、ビスコ、ビスコを、あの、 棚にあるやつ全部買ったことある。あのコンビニの <laughs>。あのなんか、そう、卒業式で、高校の、前の高校の卒業式の子にみんなにビスコをあげようと思って、みんなに何かあげようと思って、でビスコを買ったんですね。そう。で、そこの棚のやつを全部買った <laughs>。そう。ビスコ。 箱では売ってなかったけど。<laughs> そうなんですよ。買い占めちゃった。でもそこのお店だけじゃ足りなくて、そう、他のお店、他のコンビニもちょこちょこ行った。3店舗ぐらい行ったかな。イチさん、<laughs> <laughs> ありがとうございます。他のお店はそんなに量なかったんですけど、一つのお店は結構あった。<laughs> そう。 そうです。3店舗買い占めたわけじゃないけど <laughs>、そう、味違いとか買ってみたりした。そうです。なぜビスコなんか何がいいかなって思って、なんかその、どの、どのお菓子も、お菓子にってなんか限定してて、どのお菓子も、なんか、全部その店舗じゃ足りなくて、人数的に。だから、 あの、どこのコンビニでも売ってるやつがいいなぁと思ってビスコかなってなった <laughs> それじゃあアンパンマンチョコとかも思ったんですけどちょっとなんか恥ずかしいからビスコにした <laughs> そうそうしました <laughs> 在庫ありますかって聞くあなんかビスコありますかって聞いたらないっていうお店があってそう ないところもあった。<laughs> そうなんですどこの店もないじゃんと思って。<laughs> そう、そもそも売ってなかった。そうアンパンマンチョコはいおりさんが毎年。あの、バレンタインでくれる。卵ボーロも好き。卵ボーロ好き、好き。<laughs> そう。 ィスコの CM 出れるかなィスコのあの男の子のところに私の顔になるかさすがに無理 <laughs>。そうアンパンマンチョコの方が恥ずかしくない嘘アンパンマンチョコの方が恥ずかしい <laughs>。ヨッシーさん、こんにちは。こんにちは。 ありがとうございます。えへへ。そう。ビスコは焼きショコラとバター仕立てみたいなやつが好き。その2種類。バターはめっちゃ好き。めちゃくちゃ好き。本当に。あ、もうそろ終わります。55分になったらランキング読みます。そう。 そうです。ノーマルに限る私、ノーマルあんまり好きじゃないんですよね。ごめんなさい。<laughs> そう、ノーマル、なんか、いちごとか、いちごと、その、焼きショコラと、焼き、焼きショコラ <laughs>、焼きショコラと、バター味立てが好きなんですけど。そう。ノーマルはね、 あんま好きじゃないんだよなぁ。なんでだろうね。わかんない。何回食べても飲まれあんまり。味つい、味ついて、味はついてるんですけど、なんとか味っていうのがあった方が、好きだなぁ。ななちゃん、ありがとうございます。そう。ほぼ、ほぼ食べ物の話。まあ皆さん、これからお昼ですよね。これからお昼の方が多いかな。じゃあ、もりもり食べてください。皆さん。<laughs> カープさん、だるまーん。 ありがとうだるま。ありがとうございます。<laughs> あはは。マリセイさん。アイス。あ、アキラさん、マック食べます。お。何ですか何を食べるんですかめちゃくちゃお腹減ったお腹いっぱい食べてくださいこの後あはは。お腹空いちゃいました、マリお腹空いてる方多い。私今お腹空いてないから、サラダぐらい食べようかなって感じかな。お昼に。カープさんだ、だ ありがとう誰もありがとうございます。ナップさん、キュンキュンありがとうございます。ひろゆきさん、キュンキュンありがとうございます。なーちゃん、かわいい。さパンダさん、お餅ありがとうございます。そんな感じか。あ、お昼ごは楽しみになってきた。おいいですね。ナップさん、キュンキュン。なーちゃん、尊い。レフェルスさん、かわいい。ありがとうございます。パスタ、いいですね、パスタ。パスタ、スき、ミンゴですよ。 ッペさんありがとうございますいやいちゅかいいなでもなんかなんかねあの今はねがっつり食べれない <laughs> がっつりっていうかいっぱい食べれないお腹いっぱいで多分2時ぐらいになったらお腹すくと思う5000人ありがとうございます1時間ぐらいなのにありがとうございますお昼もたくさん見てくださって嬉しいでも皆さんもね6時に起きてる方が多いからね ありがとうございます。<laughs> お昼なのに来てくださって。オすぎる。なあちゃん、バラ、ありがとうございます。あ、もう55分過ぎてたわ。<laughs> ということで、あ、うまかっちゃん食べも作ります。いいですね。皆さんでは、この後はお昼ご飯をいっぱい食べてください。西風さん、お持ちありがとうございます。ランキング読みまーす。白内さん、かわいい。 ありがとうございます。13位、フィズニャンさん。12位、コロジーさん。11位、エリオルさん。10位、ササパンダさん。9位、メリダさん。8位、アキラさん。7位、カープさん。6位、ヨシボウさん。5位、人生じいちゃん。4位、ミヤヒロさん。3位、ナあちゃん。2位、ただしさん。1位、ハモジさんです。ありがとうございます。ありがキンタロウ。ありがモモタロウ。ありがとうございます。<laughs> 2列目、今ママまさん。 大津さん、ともさん、ももきゅんさん、ことらちゃん、ふうかさん、ゆきだんごさん、まるせいゆさん、たけちゃさん、なんちゃらおじさん、うんゆういちさん、ねねさん、なっぺさん、ひろさん、ゆいちさん、ペンタさん、アレックスさん、なかちょさん、ぬこさん、るるるたんなさん、せいたさん、しんやさんです。ありがとうございます。ありがとう、ショコラありがとうございます。<laughs> もうお昼ですよ。 皆さん、お腹いっぱい。あ、じゃあクロックマン起きるまでにしますかクロックマン、よいしょ。クロックマン12時に起きるので。12時3分に起きます、クロックマン。<laughs> まだね、寝てるほら、目が、もう。<laughs> そう、12時3分また終わろうかな。こんな感じ、まだ寝てるの。一旦放置してみて。 くださいあの起きろーって言ってくれるんですよそう怒られるんですよ起きてーって <laughs> そう <laughs> あと5分あと5分待ちましょう <laughs> 置いときます <laughs> そう12時3分に <laughs> 起きろーってネイるかわいいもうね変えたい もうそ変えたいんですよね。あげてきちゃった。滝脇美津子さん。お餅ありがとうございます。むしろクロックマンが様もこっちは起きてるよーって。<laughs> そう。クロックマンは寝てます。何色かまだ決めてない。紫でもいいかなーって思ったり。一旦ね、練習として。<laughs> あ、紫みたい。そう、紫みたいって言ってくださるから結構。 いたからコメントで。そうなんですよね。必ずそ、そう、12時に起きるんですけど3分遅れてるから <laughs>、12時3分に起きます。そうです。めちゃくちゃアイス食べたい口になっちゃった。そう、21時48分から12時3分まで14時間睡眠して。 そうなんですよね。濃い色も似合いそう。黄色。うん。おはよう世界を言ったらもうさすがすぎますね。<laughs> そう、一日の半分も起きてない、そうそうそう。24時間中の10時間しか起きてないですね。こんにちはー。ありがとうございます。レンタさん。待ってるかな。ありがとうございます。そうなんです。 あと3分ほどですね。<laughs> 12時ジャストになりました。ああ、14時間寝るとか毎日お疲れなんだろうか寝すぎですよ、さすがに。もう寝疲れですよ、それは。<laughs> そう。ハスタさん、ごめんなさい。あ、本当だ。レンじゃなかった。ごめんなさい。ハスタさん、ありがとうございます。<laughs> おはよう世界絶対言わない <laughs>。絶対言わないですよね。あ、確かに。毎晩よく働いたって言うね。確かに。確かすぎよね。おはしょこも言わない。そうなんですよね。言ったらさすがすぎませんなんかインコみたい。 一時期インクを買いたいなーって思ってた時あった。オウムとか。喋ってほしいかった。<laughs> そう、め、なんか、クロックマンが起きる時ってなかなかなくないですか配信でやるの。レアだ、レアだ。レア会になりますね。<laughs> 今度教えてあげよう。教えときます。おはしょこって。<laughs> もう、こんにちは。 <laughs> ねないですよね。初めて聞くレア。そうなんです。レアなんですよ。よいしょ <laughs> なかなか。なか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 ないよね <laughs> そう。いつもさ、寝るときそうそうそう。リンコもイコラブの前歌いそう。確かに私歌いすぎて。確かに。 そう、すごい時計ですよ。アキラさん、キュンキュンありがとうございます。<laughs> なかなか足りなかったかななか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 。レアチーズ食べたい。いいですね。もうそろ。用意目動くかな目も口も動くかななんかすごい。なんかついてる。<laughs> 上ついちゃってるあとで撮っとこう <laughs> なんかついてますよねあれかな料理配信で飛んじゃったのかもしれない <laughs> バーバーバー沸騰してた時にどうでしょう切フ <laughs> るかなそろそろですね <laughs> 食べたおかしいね <laughs> 起きてー起きてま、はあ仕事を始めるとしましょうかこうやって起きるんです起きろ起きるんだ君 <laughs> こうやって怒られるんですよ起きるんだ君っておはよう <laughs> 起こされた <laughs> あんたやって。<laughs> 怒られ、次怒るんですよ。そう。で、頭のボタンを押すと、おはようとなる。ミリさん、初見、ありがとうございます。いいね。ありがとうございます。目戻りましたね。目は。お、優しい。で、ここを押すと、おはよう 教えてくれるんですよおはようございます <laughs> おはようございますですね本日私有給休,休暇をいただきますどうぞよろしく有給休,休暇取るらしいです <laughs> 珍しい珍しい子供の日だから許してあげましょう休暇らしいです今日 <laughs> 有給休,休暇らしいですね <laughs> 休むみたいです。ということで、黒くも休むみたいなんで、そろそろ終わりましょうか。あ <laughs> 給休暇、時間教えてくれないかな。ということで、そろそろ終わりたいと思います。えっ、ー、と。 うもうランキング読んだか。<laughs> えっと、5826人の皆さん、来てくださった皆さんありがとうございます。たくさんのコメントありがとうございます。たくさんの星投げたくさんのギフト。ありが金太郎。ありが桃太郎。ありがとうございます。ということで、終わりたいと思います。皆さん、午後も良い、良い半日をお過ごしください。<laughs> お昼ご飯もなんか美味しいのできたら、 リプで送ってください。お待ちしてまーす。<laughs> ありがとうございました。感謝。ありがとうございました。また見てください。この後ツイート、インスタ載せるのでよかったら見てください。チェックよろしょこです。ありがとうございました。この後 SNS でお会いしましょう。バイバイ、キュンキュン。ありがとうございました。